グリーゼ86または HD13445 はエリダノスザの方角に約35光年離れた位置にある連星系である。グリーゼ86系は系型種系列星と白色外星からなる。1998年ヨーロッパ南天天問題はグリーゼ86の周りに太陽系外惑星が存在すると発表した。 元からグリーゼ86として知られていた恒星、グリーゼ 86A は、スペクトル型が、k 霊ボルトの K 型主系列星である。質量、半径は、太陽の8割程度、高度は、太陽の4割程度と推定される。グリーゼ86には、木星型惑星が発見されているが、それは、グリーゼ 86A の周りを公転している。2001年、 クリーゼ 86A の東、およそ2秒を離れた位置に、暗い構成状天体クリーゼ 86B が発見され、固有運動がクリーゼ 86A と共通していることから、連星であることがわかった。発見当初は、色から推定されるスペクトル型が、褐色矮星のものであったので、褐色矮星だと予想されていたが、クリーゼ 86A で観測される、 視線速度の変化から要求されるグリーゼ 86B の質量は褐色矮星の上限よりかなり大きいものであり、スペクトルにも褐色矮星で特徴的な成分が見られないことからグリーゼ 86B は白色矮星と結論付けられた。惑星を持つ星系に白色矮星の番星が発見されたのはこれが初めてである。グリーゼ 86A と クリーゼ 86B は発見から12年の位置関係の変化から軌道を予測すると120年から460年の周期で好転していると考えられる。クリーゼ86系の年齢は観測量に基づく推定では複数の報告で数十億年と求められているが一方でクリーゼ86の空間速度は 非常に古い種族であることを示し、それを踏まえて理論から求めた値は100億年となっている。1998年、ジュネーブ天文台などのグループによる、境外惑星捜索計画において、ラシア天文台の1.2メートル望遠鏡を用いた、視線速度法での惑星探しが始まって間もなく、クリーゼ86において惑星によると見られる、視線速度変化が検出された。 翌年、この惑星の存在は確定し、木星の4倍以上の質量の巨大ガス惑星が15.8日周期で好転していると推定された。合わせて、発見された惑星とは別の友天体によるとみられる長期的な視線速度の変化も検出され、これが番星グリーゼ 86B の発見につながった。 視線速度法の観測だけでは惑星の質量の加減値しかわからないので、ヒッパルコス衛星による予備的な観測データを用いて軌道を制限し、質量が木星の15倍と求められたが、このデータ処理では多くの系外惑星が褐色矮星か赤色矮星の質量と見積もられており、検証の結果、ヒッパルコスの初期データは多くの場合、 惑星の質量を決められるだけの精度はなかったと評価された。ありがとうございます。